チャーリー・ダニエルズの名で活躍するチャールズ・エドワード・ダニエルズはアメリカのミュージシャン、シンガー・ソングライター、ギタリスト、フィドル奏者。1950年代に活動をスタートし、長きにわたってカントリー・ミュージック、サザン・ロックの分野で活躍。カントリーチャートのナンバーワンに輝いたザ・デビル・ウェント、ダウン・ツー・ジョージアをはじめとした、いくつかのヒット曲で広く知られている。また見栄えのある ふとしこふくを持つ巨漢でもある。1950年代から歌手、ギタリストとして活動を始める。1964年、エルビス・プレスリーがレコーディングすることになる、イット・ハーツメを、ジョーイ・バイアーズと共作する。プロデューサーであるボブ・ジョンストンの下、ナッシュビルでセッションミュージシャンとして活動し、1969年から1970年にかけて、 ボブ・ディランやレナード・公演のアルバムにも参加した。1971年に初のソロアルバムチャーリー・ダニエルズをリリース。1973年のセカンドアルバムハニー・イン・ザ・ロックからシングルカットされたアン・イージー・ライダーがビルボード・ホット100の9位にまで上昇する初ヒットとなる。またこの時期にはマーシャル・タッカーバンドのセミレギュラーとなり、彼らのアルバムの多くに フィドル奏者として参加した。1974年には、現在まで続くダニエルズの代名詞とも言える、ボランティアジャムの第1回目を開催する。1980年代後半に3年間中断した。以外、このイベントは毎年必ず開催された。2009年4月29日、ケンタッキー州ルイビルのウォーターフロントパークでのステージ1975年には、ザ・サウス。 エスゴナドゥイットアゲンがトップ30ヒットになった。他、ロングヘアードカントリーボーイもマイナーヒットとなる。ハンク・ウィリアムズ・ジュニアのハンク・ウィリアムズ・ジュニアフレンズにもフィドル奏者として参加。1979年、ザ・デビル・ウェント・ダウンツー・ジョージアでグラミー賞のベストカントリーボーカル部門を受賞。この曲は、翌年、ジョン・トラボルタ主演の映画、 アーバン・カウボーイに使用され、カントリーファン以外の聴衆にも広く知れ渡り、ジャンルを超えた成功を収めた。ダニエルズは彼自身の役でこの映画に出演もしている。1980年、ジェシー・ジェームズを題材にした、カントリー・ミュージックによる、コンセプトアルバムザ・レジェンド・オブ・ジェシー・ジェームズに参加。同年のイン・ア・メリカ、ザ・レジェンド・オブ・ウリー・スワンプや年のスル・イン・サインは、 ポップヒットともなった。1990年代に入っても、数枚のアルバム、シングルをカントリーチャートに送り込んでいるほか、ゴスペルや宗教音楽のアルバムをリリース。2000年、ブラッド・ジョンソン主演の映画、アクロス・ザ・ラインの音楽を担当。2001年には、u p s のテレビ CM に出演した。2005年10月には、BMI カントリーアワードを受賞。2006年には、 リトル・リチャード、ブルィー・コリンズラとハンク・ウィリアムズ・ジュニアのバックバンドを編成し、マンデー・ナイト・フットボールのオープニングに登場した。2007年11月、マルティナ・マクブライドに誘われて、グランド・オール・オプリのメンバーとなる。現在も、精力的に活動を続け、自身のステージのほか、他の歌手の作品の楽曲の提供や参加、テレビ CM や映画音楽等を幅広く。 活躍していたが、2020年7月6日に死去。ありがとうございます。